受け取ることができる選手というのが、イメージよりは全体的になんかコース走ってるだけできつくて、で集団にいても結局前の数人、あの10人20人ぐらいしかなんかアドバンテージのないような感じで、後ろは多分本当めっちゃインターバルかかって脱出するような感じだったんで、逃げれたらなと思って、そのタイミングで残り3周ぐらいかな、で今村とか含む5人6人で回れたのが良かったんですけど、結局やっぱ逃がしてくれる。で最後はまあ無理なのかなっていう何か若干諦めの気持ちはあったんですけど、毎回勝ってる時は自分攻めてる時なんで、最後は自分の力出し切るだけやってみようっていうので飛び出して、ストレートに出た瞬間からもうもろ足きつくて、もうほんと刺されんじゃないかなっていう思いを持ちながらどうにか踏み切りました。最後取りたかったタイトルなんで、もう取れたっていうのがすごい嬉しいです。